ウッドヘガルは、アッカド人とグティ人による何世紀もの支配の後、生まれたシュメール地方における最初のシュメール人王の一人。彼の生い立ちについてはいくつかの仮説がある。主な通説として、彼は、紀元前2050年において、グティ人の王に反抗した、ウルクの統治者であったとされている。彼は、最後のグティ人王、ティリガンに退治し、シュメールの都市を導いた。どこで 戦いがあったかは定かではないが、ウッドヘガルは勝利を収め、ティリガンをグティウムへと退却させた。ティリガンはドゥブルムに泊まり、現地の人々にモテなされた。しかしウッドヘガルが町に向かい進軍していると聞くと、ドゥブルムの人々は、ティリガンと彼の家族を囚人として捕らえた。ティリガンは、ウッドヘガルの前に引きずり出され、シュメールを離れ、グティウムに戻ることに承諾した。 グティ人ンを破りウトヘガルはシュメールの王として即位した。しかし彼は力を維持できず、7年の後ウルナンムをシュメールの王としてその統治を継承した。ウトヘガルはウルク大後王朝における唯一の王であった。ウトヘガルにはウルナンムと結婚し後継者のシュルギを生んだ娘がおり、婚姻によりウル第三王朝にも関わってくる。アマルシンの祖先でもある。 ありがとうございます。